おはようございます。おはようございます。友人です。のいちです。今日は天気良さそうですね。どうした？いいですね。いいっすか？はい、朝前も綺麗です。まあどれぐらい雪があるのか、ラッセルするのか楽しみですね。浅間山と日の出ですね。のいっちゃん大興奮です。何を言ってるんですか？恥ずかしくなっちゃうじゃないですか。スキーブーツ、兼用靴ですね。はい、はい、早かった今、はい、兼用靴、はい、で今ちょっと暑いんで、このトレランのスパッツ、あの、はい、パンツと、はい、リュックで、オーバーズボンはまだ上にあるんですけど、これでちょっとやってみたいと思います。スキー履きたいきますね、うん、じゃあ行ってきます。はい、少し回す感じで。ゆうさんです。感じきです。青空です。気持ちいい。ゆうさんです。気持ちいい。今日初ワーカンですね。うん、はい、最高です。天気は帰りはもうワーカン脱いで、あの、うん、ブーツで走って帰ります、うん、山ちゃん。のいち氏です。踏まれた跡がありますので、結構楽させてもらってます。北アルプスも見えますね。6秒ぐらいの動画でそれをつないでる。ユーサンラッセル苦労してます。でも綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗。本当に綺麗だよ。ラッセル苦労してます。ラッセル地獄が来ました。山ちゃん。お。天候さえ崩れなきゃ大丈夫なんだよね。見えてれば迷わないで。今日はあの和漢で来ましたけど、12月のこの、東屋さん和漢でどうでした？雪の方とか下の方は感じなかったですけど、やっぱりこの山の傾斜とか考えると和漢よりもスノーシューとか楽だったかなっていう。結構沈んじゃう感じで。そうだ ね、スピードも遅いし、はい、一歩ずつ行かなきゃいけないし、はい、ちょっとやっぱり和漢は和漢かなって感じ。こういう山にはやっぱりスキーとかはい、山ちゃん。オッケー。これで今日は下山しますからね。はい。山ちゃん。1、2、3。わかんで快速トレック。歩いてきた道をまた帰ると、その後に後続の人たちがね、いっぱいいるんですけど、なかなか感慨深いものがありますね。このようにブーツに和漢をつけてオーバーズボンですね。ここの可動域がかなりあるんで、へっちゃらでしたね。今プレミアがついてるであろう和漢ですね。ワイチ、ほらワイチ、ワイチです。の位置がワイチを買いました。待ってます。使ってます。はい、はい、今日は東屋さん百名山の、のいちゃんと行ってきました。
初めての2人とも山だったんですけれど、野市氏の、ルートファインディングのアドバイスを聞きながらですね、尾根筋をずっと行って、トップだったんでね、フルラッセル結構きつかったですけど、いい経験になりましたね。バカン吐きながら今度はスキーで行きたいですね。エモちゃん下山はい